の家の裏をちょうどこの工事してて、僕の部屋からちょうど見える位置で吹き付けの作業がたまたま見えて、なんかすごい迫力だなと思って、力強くというか、まあ、その作業を見てなかったら多分やってなかったかもしれないですね。結構力が多いかと思ったら、物の結束であったり、まあ、なんか通りを見てまっすぐにしたりとか、手先の細かい作業がの方が多くて、それが結構最初は苦労しましたね。この日に日に出来上がりに近づいていくところを見ると、やっぱり、あ、今日もこんだけ進んだなとかで、完成するとやっぱり、あ、自分がこうやったんだなっていう感じには思います。すごいやりがいを感じます。